皆さんこんにちは、ゆりです。やすです。サドルフィッティングという言葉ご存知でしょうか？で今回はですね、テリーさんブログでも出ていただいたじゃないですか、御殿場の全日本ババの時に時にあった、はい、テリー酒井さん、もう業界では超有名人なんですけど、そうですね、あの方も日本一のサドルフィッターですから、そう、サドルフィッターというお仕事があるんですよ。サドルフィッティングをする専門の人、テリー酒井さんにですね、わざわざシャムロックまで来ていただいてですね、はい、贅沢なことにサドルフィッティングとは何ぞやというのを直々に教えていただきましたので、その様子をお届けしたいというふうに今日は思っております。はい、はい、もう目から鱗の情報バンバンでしたね。バンバンですね、はい、はい、それでは早速ご覧ください。どうぞ。今回サドルフィッティングを教えてくださるテリーさんは、オーストラリアを拠点に日豪で活躍する国際認定サドルフィッターです。今回はダンディを使ってサドルフィッティングを実演していただいたのですが、フィッティングのために馬の骨格のチェックからスタートです。これは歪みのチェック。仙骨がずれてますよね。左ですね。こう右手前がばらけるような感じで、左手前になるとこうまっすぐ行ってれば一番いいんですけど、回転運動入るとどうしても左のトモの踏み込みが甘い感じですよね。頸椎とか顎とか特に問題ないんで、はい、こっちがこう全然問題ないんですよ。ここがすごい張ってるんですよ。これかこのこっち側の筋肉、この辺の筋肉張ってるの。右手前の駆け足がこういう風な感じ、こういう追っかかるような感じになっちゃうんですよ。まあまあそんな心配するほどじゃないです。じゃあまあサドルフィッティングをする前に、馬体な、要するに馬の動きがどんな風な風に動くから、クラがこんな風にフィッティングしてなきゃいけない、クラがこんな風にフィッティングされてると馬が動きづらいっていうところから、まあ説明していきますね。ちょっと簡単に大間さんの骨格なんですけど、骨格と筋肉、すごい脊髄が太いです。この馬もうちゃんと作るんですね。それすごいすごい。それ何で描いてるんですか？フェイスペイントチョークです。まあ、こんな感じになってて、もう肩甲骨なんですけども、多くの人は肩甲骨って足が前に行くとこう動いてこう動いてこう動くと思ってるんですけども、ちょっとここ触ってもらえます？こう触ってる、ギュッとしていくとなんか動いてるの分かります？動いてました。はい、肩甲骨がこう動いてきたんです。だから足が前に行くってことは、肩甲骨がこうローテーションするんではなく、こっからこう来る感じ、こう動くんではなくこう動いてくる感じなんですね。肩甲骨をしっかりここまで来させれば、それだけ足が前に、障害馬であれば肩甲骨がしっかり動ければ前足も畳みやすいってことなんですね。こっから大体 5センチぐらい肩甲骨が動くんですね。なのでここがまず動くってことが1点と、僧帽筋、この筋肉で馬がセルフキャリーしたり、首の動きを補助したり、肩の動きを手助けしたり、この筋肉が動いてくれないと後ろとつながんなかったり、肩首の筋肉がつきづらいという状況。例えばオス馬とかが交尾するときにメス馬に乗っかると、みんなここをガブッと噛む。ここを噛むとオス馬はメス馬がガッてなるのを知ってるんで、ここを噛んで交尾をするですね。細かく分けると3つぐらいに分かれるんですけども、僧帽筋っていうのはまあ1個の大きな筋肉なんですね。ここの筋肉を圧迫すると、まあ、もうこうなってしまうんですね。なのでここをとにかくいずれにしても圧迫したり、なんか肩甲骨を邪魔をさせるような体を乗せてしまうと、その時点で運動する前が馬が動きづらい状態。こういう馬です。そうですそうですそうです、そうです。次にさっき分厚いですねって言ったの、ちょっとここのとこピーって触ると、私の線の引いたあたりで指が止まりますよね、はい、こっからこっち側が神経だとか脊髄だとか、ここにずっと集中してて、こっからビーって何もなくて何もなくて、ここでカツって止まるんですね。
ここが肋骨が始まって、ここ火花が出てくる。そうです。なのでここからここまでが筋肉なんで、ここのエリアに鞍を置いても何の問題もないんだけども、逆にこの上にこうやって鞍が来たら当然痛いですよね。とかここに骨に当たったら痛いじゃないですか。要は鞍の裏側のチャンネルと言われる溝の部分が脊髄よりも広ければちゃんと筋肉の上に乗ってくれるじゃないですか。狭ければ脊髄の上に乗っちゃいますよね。すごく痩せてて脊髄が隆起しちゃってる馬いますよ。筋肉落ちちゃって、その馬にあまりワイドなものを乗せると今度ここが出っ張ってるんで、チャンネルの後ろの暗骨の部分にここが当たってしまうんで、広ければいいのかっていう問題でもないんですよね。チャンネルっていうのはだいたいこの馬で逆側とこっち側でだいたいこんな感じで4本指入るの。だいたいチャンネルの幅が4本指欲しい。だからこれサラブレッドの割には結構分厚いですよ。中にはこう3本指ぐらいでスポッとはまっちゃう馬もいるんで、まずはここの部分とチャンネルの部分、あと小さいくらいは特に問題ないんですけども、17インチとか18インチとか、まあ一番大きいので 18.5 っていうのはあるんですけども、じゃあこの馬にどのサイズまで乗せていいのか。基本肩甲骨の後ろから肋骨の最後のところ、こっから腰痛が始まるんで、腰痛のところにはクラーが乗せられないんで、こっからここまでの長さ、まあこの馬で多分19インチか20インチぐらいあると思うんで、大きさはそんなに気にしなくていいんですけども、こっからで21インチあるんだよ。だからまあ基本的に18インチのクラー乗せても19インチ乗っても大丈夫ですよね。でも中にはこれよりももうちょっと小さめで17インチぐらいしかない馬もいるんですよ。それにじゃあ 17.5 の鞍が必要な人は乗ることはどうなんですかと言われたら、馬的にはノーですよね。この馬が乗れる17インチギリギリの鞍だったらどうってなった時に、骨盤の大きさとか足の長さ的にどう考えても18.5に座るべき体格の人が無理して17インチに座れば、小さいところにガンって乗せることになるんで、鞍本来のバランスの分散とか重心のをうまく支えることができないので、あまり好ましくないですよね。やっぱりそれを続けてしまうと馬腰痛くなるんで、人と馬の大きさのも大事だよ。大きな馬にちっちゃい人が乗ったり、ちっちゃい鞍を乗せるのは全く問題ないんです。大きい馬もちっちゃい馬も基本的なここの疲れっていうのは同じなわけじゃないです。鞍はここにあるのかここまであるのかっていうだけの違いなんで、小さな馬に大きな鞍で大きな方が乗るのは NG なんで、この子は大きな鞍を乗せても大丈夫だから、ちょっと大きめの人が乗っても、まあ、体重はあれですけど、はいはいはい、一応大丈夫なことにはなる。そうですね、私ぐらいないしはもう私よりももうちょっと身長のある178ぐらいの体格の人が乗っても大丈夫。あとはもうウェイトですよね。この馬大型ではないので、その辺をある程度考慮してあげて、乗った時の馬がこうなるっていう時はちょっと考えてあげた方がいいかなと思います。ちょっと鞍を乗せる前に、ちょっと鞍だと分かりづらいんで、これだいたい従来のいろんな鞍の骨組み、暗骨ツリーですよね。業者の間で4ポイントツリーと呼んでて、要は4点で体重を支えて4点で体重を分散させようっていう考え方なんですね。材質がこれはカーボンだったりグラスファイバーだったり木だったりプラスチックだったり、要はこう乗せますよね。そうするとこことここと、ここと4点で支えることになるんです。例えばこれ合ってない鞍だとした時ね、肩甲骨の邪魔になるってどういうことかっていうと、こういうふうに鞍が草案された時に肩甲骨の動き場がないんでこっちに動くんです。肩甲骨に押される、押されるんです。だからこれを繰り返してるうちにだん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 鞍が後ろに下がってくる。で胸がりつけましょう。そう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 、で胸がりつけたら確かに動かないんですけども、今度馬が動けなくなってしまったり、あと腹帯を見合ってふーってこっと締めるじゃないですか。でなんでそこまできつく締めるんですかって聞くと、いやだって鞍が動いちゃうんですもんっていう話なんですけど、ある時うちの研修生がちょっと準備運動しときなって15分ぐらい乗せといたんですよ。あ、いい話ではないんですけども、腹帯がバカバカしてて全然止めてなかったんですよね。でも鞍全く動かないんですよ。合ってる鞍って要素はそういうことなんで、人間と一緒で
適度なベルトだったらいいけど、あんまりきつすぎてうわーって走ったらフラフラするじゃないですか、血が回らなくて。だから全く馬も一緒で、やっぱ締めすぎっていうのは良くないですよね。まあ呼吸で肋骨がね、こう動いてますもんね。障害馬とかの場合こう飛び跳ねたりとかするし、馬を援救しながら当然呼吸をするわけで、確かに今最近のハロービっていうのもゴムが両サイドについてある程度の収縮性はあるけども、きつければきついほど苦しいことは確かですよね。何か鞍を使ってご説明したいと思います。まずこの馬に使ってる鞍ってありますか？ウィンテックとかの使い方を知ってるんでちょっと手強いですけど。まあまあまあ、びっくりするほどずれてはいないんですけども、このバランスがいいか悪いかって言ったらかなりいい方です。これだったらこのぐらいですよね。このぐらいのバランスが一番理想なんですよね。はい、もうちょっと、はいはいはい、こうなると鞍つぼここなんで、本来であればもうちょっとここに座りたいんで、今の状態だとこのくらいに座るとちょいちょいですけども、こういうイメージに、こっちというよりかはこっちになりやすいイメージ。今度前からちょっと見てほしいんですけども、例えばガラッとが合ってるとか角度が間違ってるって何を根拠に。これウィンテック見やすいんですけども、ここに暗骨があるんですけども、ここが今こういう角度なんですね。ここがこういう角度なんです、暗骨の角度が。基本馬の肩に平行っていうのが一番望ましいんです。これ平行じゃないですよね、そこと平行かどうか、ここと、はい、馬の肩がこういうふうにあるのに対して暗骨がもしこうな、今こういう状態じゃないですか、こうなるとこういうふうにしか支えないんです。この暗骨自体が馬の肩と平行であればこういうふうに支えてくれるわけですよね、鞍を。でも今こう乗っちゃってる感じなんです。ちょっと広すぎる。広すぎるんです、ちょっと広すぎる。結果さっき話していたこの肩甲骨の後ろの肩甲骨の通り道だったり僧帽筋のここの部分をこの鞍の場合圧迫しちゃってるんです。乗っちゃうともう全然手通んないですよね。実際人間が馬に乗って腹指締めたらかなりの圧力でここにこういう風にかかることになるんですよね。でじゃあシープスキン入れたりジェルパッド入れたりしたら優しくなるんじゃないか。そもそも鞍のバランスというか前胸の角度が広すぎる鞍っていうのは何してても絶対前にかかるんですね。中に詰め物入れていくら前を上げようとしても誰かが座った瞬間にこの鞍はこっちにかかるんです。人間的にはフロントライザーも入れてんだしジェルパッドも入れてるんだからって思うんですけども、馬にしてみると余計肩の周りが苦しくなるし、結果的に今のこの状態の鞍に乗るとどうしても前にかかりやすくなってしまうんで、人間のバランスの問題と馬の動きを考えるとあまり良くないですよね。もっと例えば分かりやすいというか簡単なチェックの仕方としては、基本のところに私多分指入れると今2本ぐらい入るんです。それに対して後ろに行くともう4本指がチャンネルの部分こう4本指がスカスカで入るからってことは、馬の気候の高さだったら腰が落ちてる馬とかいろいろいますけども、一般論としては前と後ろの指が均等、後ろに例えば4本入るんであればできれば前も4本プラスちょっと隙間が空くぐらい、この雰囲気が均等のバランスに乗ってるよねっていうのがさっき私が言ったですよね、はい、そのためには前胸の角度を変えなきゃ。みんなねここを埋めようとするんですよ。でも私がよく言うのは、馬がもし動かないという前提だったら別にここに合わせてもいいと思うんですけども、動いた瞬間に邪魔になるんで、ガラットっていうのは本来骨格に付随してるパーツで、このパネルという言われる部分は筋肉に付随してるパーツなんですね。3歳の馬と6歳の馬では当然骨格が変わってくるじゃないですか。骨格がサラブラっても5歳6歳乗用馬でもだいたい6歳ぐらいになれば骨格自体は落ち着くんで、それ以降に関してはすごい筋肉隆々の馬も痩せてる馬も前胸の角度自体はそもそも一緒なんです。痩せてるからなろうとかというのではなくて骨格がどうのっていう話なんで、あとはもし筋肉が少しここが筋肉が落ちてる馬、筋肉がいっぱいついてる馬、あとただデブな馬いろいろいるじゃないですか。それに応じてこのパネルの部分で調節をしてあげて、できるだけ背中に優しく鞍が乗るように調整してあげる。だから筋肉余裕の馬はこのパネルの部分そんなに厚みがなくても最低限のクッションがあって、まっすぐ鞍がいい感じについてればそのまんまでいいわけじゃないですか。
でも痩せてる馬に関しては筋肉がついてる馬よりもクッションが少ないんで、それを例えば羊毛パッドで埋めてあげようとか、こうなんか間にもう少しクッション性のあるものを入れてあげようっていうのは、そうすればクラが少し上がるし、直接骨に当たることもないので、だいたい気候ずれする馬っていうのはほとんどのケースで前胸が広すぎるんで、そもそもこれがこうなってれば当然ここに当たる機会っていうのは増えて、ここが4本指なんでこのぐらいこういうふうに開いて、ずっとこう暗骨がこうこのぐらい浮いてるんですね本来。でもこれだけ浮いてるのになぜここが擦れる、それだけ前胸の前が沈下しすぎてるんです。中にはもうほんと1本指ぐらいしか入らない状態のクラも今まで見てきてるんで、まずクラを選ぶというかクラを馬にフィッティングする段階で、まず一番最初に大切なのは前胸のガラントのバランスですよね。ここが合ってないと正直こっち側のやりようがないんですよね。このバランスっていうのは前胸一つで全部変わってくるんで、まずは前胸をちゃんと合わせられる。さっきちょっとちらっとここの幅でチャンネルの幅の話をしましたけども、それこのチャンネルっていうのはここのことなんですけども、でも乗用馬の場合は回転が多いので、例えば内方姿勢で巻き乗り、例えば8メートルの巻き乗りしたり肩打ちしたり横足したりっていうと、要するに馬の体が曲がってはいるけども鞍は曲がらないんで、当然こういうふうにずれてくるんですよね。で鞍がずれた時にここの幅が狭いと、ここの溝のところをこう押す可能性が出てくる。なのでできるだけここの幅が余裕を持って幅の広いものを使った方が馬の腰は楽ですね。でちなみに例えばなんかそのもう一個の鞍、どの鞍もそうなんですけども、よく鞍をここにこういうふうに置く人がいたり、こうどこに置いたらいいのっていう話もあると思うんですけども、だいたいガラットのついてる目安としてはこういうマークがついてるところ、ここをボルトが入れられるってことは一番強い部分なんで、ここに鉄のプレートのいわゆるガラットが入ってるんですね。なので目安としてはこう手を置いて、この指先のところにちょうどこのマークが来る、こういう感じ、今指先がこういう風に来てる、肩甲骨に対してこうなってますよね、はい、ここでここの指先がここのこういうマークがあるところ、こんな感じ、今私の指ここ第二関節ちょうどこんな感じ、ちょうどこの辺がちょうどいいところなんです。皆さんなんとなくこんな風になっぱそうになっちゃってる、そしてここで合わせてる人がこんな感じでもつくじゃんみたいな感じで、でもこれだともう鞍の骨組みが肩甲骨の上に乗っかっちゃってるんで、肩を鞍でこうやって縛りつけているような状況なんで肩動きませんよね。これ腹帯この馬ここじゃないですか、でも若干これ今後ろじゃないですか、この状態で腹帯を締めようとするとこの鞍を大げさに言うと前に引っ張って締める感じになりますよね。この鞍はやっぱり前が広いんですね。なので鞍が前に沈下してる、こっち3本こっちも4本スカスカなんです。でも今度この鞍がバランスをちゃんと整えてあげると自然と腹部正しいとこ行きますよね。そしたらまっすぐ引っ張れるじゃないですか。でも今前が沈んでるんで錯覚が後ろに来ちゃってる、だからこれじゃ腹帯後ろすぎるから鞍もっと前に乗せようよ、前に乗せたら確かに腹帯はつけられるんだけども、もう完全に肩の上に鞍が乗っかっちゃってるんでこれじゃ鞍前すぎだよね。ちゃんとこここういう風にすればもう自然とここに来て腹帯まっすぐ締められて、今この鞍はこれだけ落ちちゃってるんです前が、これだけ何もしないで落ちちゃってるので乗ればこういう風に前に体重かかるじゃないですか。そう、鞍が後ろが全然つかないんですよね。10で体重を支えて分散できる鞍が実際4とかでしか体重を支えないんで、10のものが4のところに集中してここだけが苦しくなるんで肩周りが苦しくなっていつもこういう風になっていつも肩を狭めて運動してるから腰がすごく痛くなってきて筋肉がつかないっていう悪循環が続く。そこを改善してちゃんと正しく乗せましょうというのがサドルフィッティングというか、そもそも鞍を扱う上で絶対やっていかなきゃいけない作業ですよね。例えばよくレッスンでもう少し体を起こしてくださいってよく言うじゃないですか。大体鞍がこうなってるんでみんなこうなっちゃうんですよ、何もしなくても。でも経験のある人だったらこれじゃいけないってこと分かってるから乗ったらすぐにうって無理して体張るんですよね。でも
経験のある方だったらこの状態になっても足が前に行かないでここで乗れるんでいいんですけども、初心者の人がこうなっていると怖いから体を起こそうとすると自然と足が前にビヨーンって行っちゃうんですよね。足前に行っちゃうだけなんですよ。もう少し引いてください。はい、体を結構無理な姿勢なんだなと思いながら練習してる方が多いかな。暗かった方が上手になりますよみたいな宣伝をしてるところがあるんですけども、それは間違ってはいないんですけども、そのカウクラがちゃんと正しくセッティングされてるかの方が最も大切ですよね。本来こういう風に乗ってこないといけない。だけどこっちが広いからそうはならない。そうです、そうです、そうです。通常海外では蔵を購入するとき必ず馬具屋さんが厩舎に来て、これはミディアムだよねとか、これはワイドだよねっていうのをちゃんとプロの人が見た上でそれをオーダーする。なのでサドルフィッターっていうのが海外ではそこら中にいっぱいいるわけじゃないですか。蔵を選ぶのもそんなに簡単にアマチュアのレベルでパッとこの蔵がこの馬に合ってるかどうかっていうのが分かるかというとなかなか難しいですよね。だからそこをちゃんと分かる人たちが蔵を売っていかなければいけないっていうのが本来の形かなと思うんですよね。どんな下敷きを引いていくのか、ゼッケンも本来であれば引かないで蔵直接馬に乗せるぐらい完璧にフィーティングしたら動きやすいけど、汗かくんで蔵が痛むじゃないですか。しょうがないからゼッケンを引いてるんですね。でゼッケンで吸収してもらって蔵が痛まない。まあ馬の筋肉が少ないとかちょっと痩せ気味だとか休養が続いてまだ馬がフィットしてないからちょっとこういうの入れたいっていう時に真上に上げるっていうのが基本的な考え方。前を上げるとか後ろを上げるっていう作業は本来蔵の方でちゃんとセッティングして、あとはフラットなパッドを入れてあげればこっちで前後はできてます。ジェルパッドを馬の上に引いてゼッケンを引いて蔵を乗せると蔵が動かないんだよって言われたっていうんですね。あとまあクッション性もあって、馬の場合皮膚がすごくセンシティブなんで、ああいう製品を背中に直接引いてしまうと皮膚が炎症する可能性が高いんです。そういう使い方は良くないかなと思いますよね。もうそもそもジェルパッドっていうのは蔵が動かないようにするための道具ではなく、衝撃を吸収するっていうのが目的だったんで、であればゼッケンの上に引けばいいわけじゃないですか。これサッカー後ろが上がって前がこう潰れてっていうケースが多かった、はいはい、逆にこうなりすぎてるケースってあるんですか。ということは前胸が狭すぎるってことですよね。まずないです、日本では。実は中古のクラを買ったんだけども、前の人はサラブレッドを使ってた。私ここにうちにアンダルシアのこんなのがいるのよって乗せたら案の定もパッツンパッツンで乗らなくて狭すぎるっていうことはありますけども、特に日本の場合はほぼほぼ9割5分広すぎますよね。僕らでいうガレットを狭すぎるのつけちゃったってケースだけクラがこうなるケースが考えられる。それは実はありえますよね、はい、狭すぎる蔵を作ると当然肩のところに必要以上のプレッシャーがこう今度肩に対してこういうガラットになるんで、そ今度ここにプレッシャーがかかる。本来こうなっていかなきゃいけないガラットがこういうふうに立ってくることになるんで、やっぱりどうしても可動域が狭くなるし、こっちがガレット緑だ、まあ、入ってるんですけど、ってことは狭いので、これは比較的いいです。これはバランスが良ければ必要以上に圧迫することはないけども、肩の可動域とかそういうことまで言い始めるとちょっとこのくらいでちょっと難しい部分がある、はい、ただこのくらいの場合は後前が3本じゃないですか、後ろも3本なんです。バランスは問題ないです、このくらい、はい、すごくいいバランスです。このくらいの場合私だったらゼッケン引いて普通の羊毛パッド1枚入れてあげるだけでこのまますごくカンフタブル動くと思います。ウィンテックとかベースとかこういうチェンジブルガラットのクラってその必要最低限のことはちゃんとやってくれるんですよね。馬っていうのは何も言えないけども人間だといやちょっとこのクラこの辺が当たるとかうんうんじゃあ乗り換えようとってできるけど、馬は基本的にハロービ一つで締められてそれで終了なんで、できるだけ馬が心地よくいつも痛い蔵に乗せられてる馬は、まあ、停戦場来たりうるさくなったり蔵相談するときうるさくなったりとか、とか馬を扱って上でもそうやっぱり蔵っていうのはちゃんと合ってないといけないと思うんですよね。ぴったりし、なんかもう置いた瞬間なんか違いますよね。ずれて安定感が違う。